では内装ドアトリムから見ていきます。オプションレッドレザーの内装ですね。AP は後期モデルなのでドアツイーターとか、小柄のポケットなんかもついてます。真っ赤ですね。ちょっとスレあるかなっていうね。スカフプレート周りこんな感じで、まあ、特に気になるところはないですかね。まあ気持ちここら辺ちょっと引っ掛け傷があるかなって言ったぐらいです。で、フロアマットの方はこんな感じですね。で純正の、レザーシート、まあそれなりにちょっと黒ずみあるのと、ひび割れもあるかなといった感じですかね。弾力性はですね結構あるので、まだ皮が硬くなってるっていう感じはしないです。で助手席側こんな感じで、まあ助手席側の方はやっぱりちょっと汚れは少ないですね。ステアリング、目立つような大きなすれはないですね。綺麗な感じです。でダッシュボードも赤です。綺麗ですね。でオーディオはですね、純正の CD-MD のデッキになってます。で ETC がこちらに装着されてます。でまあシフト周りなんかは特にブーツの破れとかはないですね。ホイールのロックナットですね。よいしょ。このね後ろも真っ赤なんですよね。こんな感じです。ではエンジンかけてみます。結構ねこのスプーンの N1 マフラー音大きいですね。やっぱりサイレンサーつけないと車検は対応してないですね。まあ、その分ねなかなか吹き上がりはいいですね。ではトランクを見てみます。トランクの方は取り分類で特に欠品しているようなところはないかな。あ、ここがちょっとペロンと折れちゃってますね。ジャッキ工具と定員車高調のレンチなどが入ってますね。で、助手席こちらも特に気になるような傷汚れはないですね。まあやっぱりね助手席側の方が綺麗な感じですかね。それだけ使用頻度が運転席とは違いますからね。はい、こんな感じの内装になっております。以上です。